大田駅は、香川県高松市大高見町にある、高松琴平電気鉄道琴平線の駅である。駅番号は、k 0 5。以下取扱窓口、以下定期券窓口がある。途中下車指定駅。5両編成対応の対面式ホーム2つからなる2面2線、構造である。当駅に進入する際は、左側通行となる。 駅本屋は一番線側3条より東端に設置され、下り線と駅本屋の間には、踏切が存在する。直前駅出発通知のぼり線の電車が、直前の駅である仏星山を発車すると、次の電車は、仏星山を発車しましたとの表示が一番乗り場において、点灯する。同様の機構は下り線にも存在し、 直前の駅に当たる3条の発射を、次の電車は3条を発車しましたと2番乗り場に通知する。両表示とも、次の電車は、の部分は常に黒々として判読用意であるが、残りの部分は内蔵される光源が発光した際に浮かび上がる仕組みであり、この方式は、ドイツの古い駅などでも見ることができる。分岐器駅南の単線部とのポイントは、片開きスプリング式である。販売機、 窓口等西側の改札外には次の6台の機械が北から南にこの順で存在する。自動改札機の位置は出入口と重なる。校内側にも自動改札機があり、校外のものと背中合わせである。2台の券売機は両者とも乗車券を印刷して提供する従来の方式のもので関熱紙にビットマップフォントで印刷するが用紙に対時性はなく、 出力内容は目視で読み取るのみである。両者の乗車券とも同様の効力を持つが、紙質やサイズなどが大きく異なり、各々の,の特徴は次の通り。壁面型の機械がある部分には、終電から次の稼働開始まで、2台ともすっぽり隠れる、シャッターが降りる。その部分と出入り口の間に、イルカボックスが設けられ、意見や要望を、 備え付けの用紙などに記入して投入できる。イルカボックスと出入り口の間に窓口があり、以下取扱窓口、以下定期券取扱窓口として、以下以下定期券の購入や更新、チャージが可能。飲料の自動販売機が一番乗り場に1台あるが、駅構外にも、路地を隔てたところに2台ほどある。便所男女別の推薦式と多目的トイレを備える。 利用者数は近年増加しており、隣の仏生産駅と逆転して、河原町以北を除くこと平線全駅で最も利用者数の多い駅になっている。2001年には1日あたり3417人の利用者数があったが、2017年には4410人日となっている。ありがとうございます。